それではここでいよいよテリヒトさんにご説明していただきました2台の日野レンジャーをご披露したいと思います。皆様どうぞ前方へとご注目ください。参りました。さあ向かって左側の車が1号車、そして右側の車が2号車でございます。1号車は日野レンジャーの輸出仕様日野500シリーズのデザイン、そして2号車は今年4月にフルモデルチェンジした新しい日野レンジャーのデザインとなっております。さあ1号車の屋根には吉政さんのシンボルの赤い鯉のぼり、そして2号車には照人さんのシンボルの青い鯉のぼりが付けられております。